バッフェのお料理をたくさん食べて、もう本当にお腹がはち切れそうな感じの南花です。時刻は、夜の10時過ぎなんですけれども、今の今まであのバッフェのレストランにいました。本当に素敵なレストランだったんですけれども、今後ろに見えるのが私がさっきまで行った東京ディズニーランドホテル、そしてその向かいにあるのが、東京ディズニーランドホテルステーションになるのかなっていう感じですね。ディズニーリゾートラインの、一つ目の駅ですね。舞浜駅から出て、ここ私だから今日は何時 5,6 時間いたことになるんですけど、全然パークに入らなくても楽しめるところなんだなっていうのが改めて分かりました。また改めてゆっくり来てみたいと思います。南花でした。